はい、どうもこんにちは、芸人ギルドです。はい、どうもこんにちは。はい、こんにちは。本日も、PSO2NGS の動画を撮っていきたいと思うんですけども、はい、本日は何についての動画でしょう。ですね、今回はね、はい、まあ皆さん経験値欲しいでしょう、はい、レベリング大変だもんね。いや、もうレベリングはやっぱりこの手のゲームはね、どうやっても時間かかりますよ。そうなんですよ。はい、そこでね、はい、まあ、少しでも早くしたい、そんなあなたに今回の動画おすすめです。お、経験値をより多くもらう方法ってことですかね。うん、そうです。はい、あ、ぜひともそれは聞いておきたいところなんですけども、はい、何をするんですか。まずはね、まあある程度チュートリアル進めていくと料理作れるようになるんだけど、はい、あ、料理作りましたね。うん、作ったでしょ。はい、まあ、はい、このセントラルシティの、まあこの料理作るお姉ちゃんがいたり、あとはこういうこの硫化デバイス、ここでクイックフード、ですかね、そうそう、この、はいはい、ここでクイックフードを作れるんだよ。あ、ここで作れるんですね。そう、うんうん、でこれね、プレミアムに入ってないとダメなんだけど、このやり方はね、もう一個あるのは無料なんだけど、飯この何でもいいからとりあえず10個ぶち込むと、このプレミアム効果でレアドロップ倍率が 10%、 経験値 10%、 メセッタ 10% 上がるの、もらえる。え、じゃあこれは課金をしないとダメってことですか。まあ、プレミアムになってないとこれはダメなんだけど。なるほど、うん、ちなみにプレミアムはどんぐらいの値段なんですか。1300アークスキャッシュだから、まあ別に多分コンビニバイト2時間やれば買えるかなっていう。まあプレミアムになるのには、まあ現金でまあ1000円ちょっとぐらいですかね。うん、まあそうだね、まあ30日だから、それで、はいはい、コンビニバイト2時間行ったらもう30日 PSO2 でもプレミアム効果つけれるから。なるほど。あ、はい、まあでも 10% でかいっすよね。でかい。だから、まあ、なんなら ここはちょっとこのゲーム長めに遊びそうだなって時はこれぐらいは課金してもいいかなっていう感じですかね。うん、うん、まあ、でフードね、すげえいろんな効果あるんだけど、まあ、フードのおすすめはまあまあ、はい、まあ一応俺が作ったレシピで1個あるのが、これはおすすめだけど、うん、シャキエアルナッシーとシャキエアル肉の組み合わせがこれ結構強いかなっていう、はい、逆転威力も上がって PP 増えて肉威力も上がるとプレミアム効果のこれね、うん、まあざっくりだけどこんな感じ、うん、で、まあこれで 10% 漏れますよ。まあ、10% 上がりますね。はい、1000が1100になります。はい、で、もう一個漏れる方法、はい、こっちです、はい、いきましょう。もう一個漏れる、いきなり課金かいってやっぱみんな思ってますよ。いや、いきなり金かかる方法かいって。まあ先じゃなかったな、多分。あとだったな。まあでも他になんかこう無料であげる方法があるんですね。はいはい、それがこいつです。このかわいい、はい、あー出ました、この子。これね、まあワールド開いた方がわかりやすい。ワールドじゃあ開きましょう。はい、でまあフィールドに今3体実装されてます。これいるんだけど、はい、でこれ見てもらうと R マグブースト全開、あ、全体っていうのがあると思うんだけど、これ経験値獲得値が 10% 増えてるのね。はい、これが、満腹になってると、うん、10% 入ってるんですね。そう、満腹になってこのエリアに来て、はい、で見てもらうとこんな感じでついてるんだよね、経験値 10% アップ。そう、キャラクターのとこから見れるんだけど、でこの時間がこれの時間なんだ、ほら19時間と34分。なるほど、みんなで餌をあげて、はい、あの全体のこのゲージがマックスになるとこの時間中あの経験値アップしてるってことだから、うん、まあ、ここでその飯あげるといい。でちなみにその個人で飯あげるとレアドロップ倍率も 20% まで漏れるんだよね。例えばこれ、じゃあちょっとあげますね。はい、でこんな感じで肉とかあげてくと、まあポイントが溜まってってここのゲージが伸びてくのね。R マグブースト個人、これ経験値じゃなくてあのレアドロップなんだけど、
餌あげると、まあここもいいことありますよって感じ。まあ狩りするならレアドロップもあげといて損はないから、うん、そうですね。やっぱ狩りするならやっぱ経験値倍率とレアドロップはまあマストであげときたいですよね、うん、そうで、これ2時間だから、はい、レアドロップ倍率2時間、はい、でこれ1個仕様があって、まあ経験値以外に欲しいなら、はい、これね効果がね違うのよ、場所別で。リージョンマグ、ここは経験値 10% で、ここ今寝てて満腹じゃないんだ。満腹になると攻撃力が 5% 増える、うん、で一番下がレアドロップ 10% 上がる。だから狩りする前に、まあ、リージョンマグ、あここついてるなってとこ行って効果もらって、飯でさらにレアドロと経験値とメセタ獲得量アップさせて、で自分でも飯マックスまで上げてってやったら、さっきその硫化デバイスで作った飯が効果が2時間なので、このマグに上げたマックスの時間も2時間だからちょうどいいぐらいなの。ちょうどいいんですね。そうだから基本的に自分で食う飯とこいつにあげる飯をセットで常に行えば狩りはまあ美味しくなりますよって感じだね。経験値もれるしレアドロも漏れる、うん、まあ漏れる、ね、はい、はい、この辺で気づかないですよね、普通にやってると意外と。まあ最初なんかチュートリアルやってて、はい、まあまあ説明聞かずに、はい、だらってやってたら、そう俺も最初の方とかそうだったし、はい、まあちゃんと飯、まあ、プレミアムにして飯食って、このマグのゲージも意識して来てあげると、まあ 20% ぐらいは漏れる。レアドロは結構漏れる、20% と飯の 10% と、全体の 20% で、40% だね。 40% ぐらいは漏れるし、まあ狩りするのはこれやっといた方がいいですよっていう感じです。現状この辺のレアドロップとかもらえる経験値の倍率を変えれるのはこれだけになるんですか？まああとは課金であるやつかな、ショップとかで見てもらうと分かるけど、まあ、もっと上げたいって方はもうショップのこのレアドロップ50とか、うんうんうん、ちなみにこの経験値 10% 上げるのに、はい、3個セットで350アークスキャッシュだから結構高いのよ。まあそうですね、結構高いですね、うん、NGS の経験値倍率の相場結構高いのよ。だから、まあ、できるだけ無料で、まあ無料でとりあえず 10% 上げれて、でまあ、プレミアムのついでに上げれるから、まあ 10%、まあ、20% は別にちょっとお得に上げれますよって感じだね。まあ、というわけで、うん、まあ課金もしないで、無料で俺遊んでくんだっていう人は、まあこのマグにご飯をあげていただいて、うん、狩りするときは確実にバフをつけてあげると、うん、でまあちょっとでも課金していいよっていう、まあ、1000円ぐらいなら課金していいよっていう方は、ぜひともプレミアムの方に課金していただいて、料理の効果を美味しくする、はい、うん、っていう感じですかね。ニコラスさん、はい、2000円付き、課金していいですよ、うん、という、お触れが、奥さんから出ました、うん、どこに課金します、このゲーム？プレミアム、やっぱプレミアムになります。うん、プレミアムだけでいいかな俺。今までもそうしてきたし、プレミアムだけ俺、やっぱりそれぐらいプレミアムに入ってこの倍率をもらうっていうのが美味しい。まあ美味しいし、プレミアムね、いろんないい効果あるから、そう、プレミアムの宣伝になっちゃうけど、はい、あの倉庫もプレミアム倉庫っていうのが400入ってでかいから、うん、そう、これもあるし、うん、まあいいことはいっぱいあるよ、うん、というわけでぜひとも、はい、まあ、ちょっと確かに宣伝になっちゃいましたけど、うんうん、プレミアムになって、倍率上げてもいいし、うん、無料で、こいつに餌あげて、狩りすると、幸せになるよというお話でした。はい。はい。まあ、という感じで、今後もね、PSO2 の動画、どん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 上げていきますので、はい、なんか気になったことや、ここ違うんじゃねえのみたいな動画中の話で、ここ違うんじゃねえのみたいなことあったら、ぜひとも、コメント欄でご指摘いただければ、はい、嬉しいです。というわけで、本日の動画は、以上になります。ぜひともチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします、はい、というわけで次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら。